上田城。上田城は、長野県、上田一時の丸、旧、品の国小さ型郡上田にあった、日本の城である。なお、現在残っている城は、戦国忠政によって、江戸時代初期の寛永年間に再建築城されたもの、ある。上田盆地の北部に位置し、千曲川の分流である天が淵に面していたので、追記当初は、天が淵城と呼ばれることもあった。 北に太郎山、南に千曲川があり、追記前は土豪小泉市の古い上官が存在したと伝えられる。城の南側は千曲川に接し、北側と西側に、矢出沢川を引き込んで総構えとし、唯一の攻め口である東側にも、昼沢川や湿地帯などがある。上田城は末期、品の国省圏の真田本城主の真田正幸が、 真田氏当主であった1583年、天正11年に築城された平城である。天正11年、天正13年、天正18年と何度かの過程を経て、築城をされたものある。上田を含む品の国は、支配していた武田勝頼を、公衆性伐で滅ぼした織田信長が、本老寺の変で王死した後、天正神後の乱と呼ばれる、争奪戦が行われた。 公衆政抜で生き残った、真田正幸は、侵入する相手を次々変えた上に、徳川家康についたが、天正神後の乱の戦後処理をめぐり対立。1585年、天正13年の第一次、上田合戦で攻め寄せた、徳川軍を撃退した。その後に、天下人となった、豊臣秀吉亡き後に起きた、関ヶ原の戦い。 慶長5年で西軍に着いた、真田正幸は、連動する第二次、上田合戦でも、東軍別動隊の徳川秀忠軍をよく防いだ。本戦で西軍が敗れたため、正幸は、木の国の久保山に配慮され、翌1601年に、上田城は、徳川軍に徹底的に破局され、堀も埋められた。江戸時代には、上田藩の藩長が置かれていた。 正幸の着手である、真田信幸は、関ヶ原の戦いで東軍に就いたため、上田など、真田ダ領を安堵されたが、上田城が破却されていたため、元々の居城である、上野沼田城を本城とし、上田城三の丸跡地に屋敷を構えて、統治を行った。この頃、城下町の整備が行われた。サナダ・ノは、江戸幕府に対して現7年、1621年、 城の再整備、拡張を申請するが、却下さ、現那八年、1622年九月には、信の国松台へ転放された。あとは、小室藩より、戦国氏が違法された。戦国忠政は破却されたままの上田町の再建を申請し、官営三年、1626年から、現在の上田町が不審さることとなった。田氏時代の縄張りをも利用していると、 推測されているが、徹底発却の後に、金星城郭として新たに築城された。本丸には、櫓七棟、矢倉門二棟、それらを繋ぐ塀が付進された。現在ある本丸の三棟の矢倉、南矢倉、北矢倉、西矢倉など建物の外壁は、ススと柿きで防水した板を用いた下見板張りの黒い外観である。二の丸にも、 矢倉や矢倉門を再建するため、矢倉台なども構築されたが、寛永五年1628年4月20日、戦国忠政の死により工事は中断され、これ以上の増築は行われないまま、戦国市の天保及び松平氏、藤井松平家に藩主家が交代し、幕末を迎えた。明治以降は、破却屋城外への移築が行われて城内には、 石垣と矢倉、西矢倉が一棟残るのみであった。昭和期に移築されていった本丸の矢倉二棟が元の位置に復元され、平成期には矢倉門や兵などが木造復元されている。今後、二の丸のドルや兵なども復元されることになっている。現在は旧二の丸内が上田城石公園になっており、毎年花見の季節になると多くの市民や観光客で賑わう。 また、敷地内には、上田市民会館、平成26年、2014年を閉館、野球場、私立博物館、小根舎などが置かれている。本丸跡にある、真田神社。真田神社は、上田合戦で落ちなかった城であることにあやかり、受験生の祈願も多い。神社境内には、古い土があり、城外への抜け穴になっていたとの伝説がある。 三の丸の藩主拠漢跡には、松平市時代の屋敷門と堀井が残されている。道地は現在上田高校の敷地として利用され、門は学校の正門として使用されている。本丸を南側に置き、二の丸が本丸の北、東、西を囲み、二の丸と東の大手門の間に三の丸を置く、はしご格式と言われる縄張りとなっている。これは、 地球川に接する断崖となっていた南側が最も天然の防御力が強く、当初は天正神語の乱において、ご法上氏による上州方面からの、上杉氏による越後方面からの攻撃に対するものであった。翌千五百八十四年に、真田氏が徳川氏と断交したため、当初は越後方面に予定していた大手、防御正面を対徳川を想定して、 東側に変更した。通常は、本丸や二の丸など城の中心に置かれる、政務用の建物が三の丸に置かれているのが特徴である。これは、真田信行が上田寮を継承した際に、上田城は破却されており、城下町に近い三の丸跡地に館を建てたことに始まる。その後、上田城は、戦国史により再建されたが、不完全なまま終わっている。 真田ダ・幸時代の上田城について正確な構造は分かっていない。なお、堀底の発掘調査により、真田氏時代と想定される金箔瓦や喫下文献丸瓦、金箔社地の破片などが出土している。上田城に天守があったのかを確認できる資料はない。後に、戦国史により再建された上田城にも天守はない。ただ、第一次、上田合戦当時の上田城は、 未完成とされていることや、官営年間の作成というエズには、上田城本丸に、御天使跡と記入されていること、金箔瓦らや吉賀文献丸瓦ら、金箔舎地の破片が出土していること、同時期の近隣諸城、小室城や松本城、高島城や着南、真田信之の沼田城に天使があることなど、いくつかの傍聴から真田正幸時代に三層四階建ての、 天守が存在した可能性はある。第一次、上田葛仙から第二次、上田葛仙後に破壊される真資料が残されていないため、直接的な証拠はない。本丸は東西に伸びた長方形だが、その北東の角の未規を避けるため書いた構造をしている。上田城を中心に形成された城下町のうち、北国街道に沿った雲野町、原町、横町、柳町、田町、 カジ町、高ウ、町が、宿場町の機能を担った。雲野町には、本陣とトンを兼ねた柳沢家があり、原町には、トンの滝沢家があって、宿役を務めた。上田での実際の支配期間は40年ほどであるが、小説、真田ダ大平記、真田重有史や、時代劇の物体として、真田氏の居城、上田町が登場する。戦国期のサナ市城閣には他にも、 以下の城がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。